え、なにこれ、え、ちょっと待って、え、なんだ俺は、え、いきなりどうした、え、大丈夫か、おい、何が起きた、おい、なんだ、おお、なんだこれは、マジ。いやー、待ってましたよ、ありがとうございます。というわけで、どうもこんにちは、のいちです。本日ですね、アニプレックスの公式チャンネルの方でこのようにですね、まあ、時藤無一郎くんのですね、キャラクター CM というものがですね、まあ、公開されたわけなんですけども、まあ、これはほんと皆さん待ちに待っていた、ものなのかなと思うんだけども、まあ、ついにね、刀鍛冶の里編の象徴キャラクターが、まあ、登場したかって感じなんだけども、まあ、今回ですね、サプライズ演出がありまして、なんとこちらですね、はい、最新情報なんかも解禁されてしまいましたね、ということで、まあ、制作進行中と、まあ、そこまで大きな最新情報ではないんですけども、いや、ここ最近の鬼滅の刃のね、まあ、公式の動きからするともうかなりもうすごいね、動きとなっておりますね、ということで、ついに公式さん何か始めてますね、ということなんですけども、いや、だってもう4ヶ月間音沙汰なかったからね、ほんと鬼滅の刃の公式さんって感じだったんだけど、いや、ついに動き始めましたかって感じで、で、まあ、さらにですね、この時藤無一郎くんのキャラクター CM のこの情報っていうのはあくまで前座に過ぎなくてですね、なんと来週ですね、もう一人の刀鍛冶の里編の象徴キャラクターであります甘露寺蜜璃さんが公開されるんですよ。うん、というか、まあ、公開される確率がですね、まあ、99.9% なんですよ。まだこのキャラクター CM というものに起用されてないキャラクターで、もうね、待ちに待ったあの方がもう待機しておりますよ、ということで、まあ、今日はね、そんな、詳しい来週のことについて、まあ、お話ししていこうかなと思うんですけども、もう前座に過ぎませんからね、ということで、ちょっと詳細見ていきましょう。はい、まずはですね、ここ最近の鬼滅の刃のキャラクター CM の動きから注目していきましょう。8月の6日は宇髄天元さんが公開されましたね。これ懐かしいな、これ、うん、結構前だね。で、8月の13日はスママキヨヒナツル、ということで、まあ、ここ遊郭園の流れが来てたよね、ということで、まあ、今週はですね、刀鍛冶の里編の流れがついに来たよね、ということで、8月の20日、時藤無一郎くん、ということで、ありがとうございますって感じなんだけども、来週ですね、8月の27日には、甘露寺蜜璃さん、そしてですね、まあ、この甘露寺蜜璃さんが投稿されるということは、もうラスト、最後のキャラクター CM になる可能性っていうのが非常に高いので、まあ、その最後の CM 完結編ということで、まあ、何かしらの情報解禁があるのではないかと個人的には思っておりますね。うん。まあ、でもね、このキャラクター CM というものは4月から始まったわけだけども、もうめちゃめちゃたくさんのね、キャラクターっていうのが CM に起用されていったということで、まあ、かなりね、お金をかけたというか、もう、頑張ってね、やってるものなので、まあ、僕としてはですね、このラストというタイミングで、まあ、やっぱり情報の解禁があるのではないかなと思ってるんですよね。で、今回公式さんが、今日ね、時藤無一郎くんの、まあ、CM を投稿したわけなんだけども、ただ単にね、CM を投稿したというわけではなくて、やっぱり何かしらね、企んで仕掛けをね、行っていたわけですから、やっぱり制作進行中というか、このサプライズ演出がね、まあ、あったわけですから、あの、来週も何かしらのサプライズ演出っていうのは、まあ、ある可能性というのは高いし、来週が最後ということなので、もっともっとサプライズな演出があるんじゃないかなと個人的にはやっぱ思ってるんですよね。うん、そこはやっぱ期待なんですけども、まあ、そんな来週解禁されそうな情報っていうのも考えてきましたということで見ていきましょう。まずはこちらですね、新 PV ということで、新予告 PV 第2弾ですね。はい。いやー、もう第1弾 PV からしばらく経ってるしね、第1弾 PV に関してはそこまで、ボリューミーな内容でもなかったので、やっぱ刀鍛冶の里編の制作進行中と、今回見せたのには何か意味があるんじゃないかなと思ってですね、まあ、来週予告 PV 制作が進んでるならその様子を見せてくれいということでね、言葉だけじゃダメだよね、というのでね、来週何か見せてくれたらなぁとは思ってるんですが、まあそうですね、どうですかね、皆さん公開されると思いますかね。僕はやっぱり制作が進んでるならそろそろちょっと見せてくれてもいいんじゃないかなと個人的には思ってるんだけどもね。まあまあありそうだなぁと思ってますね。で、続いてです
ですね、キービジュアルということで、まあ、こちらはですね、まあ、PV もしくはキービジュアルみたいな感じなんじゃないかなと思うんだけど、まあ、キービジュアルと、まあ、PV 両方解禁される可能性ももちろんあるけど、まあ、どっちかっていう可能性もあるよね、ということで、まあ、キービジュアルの方がですね、一つ、まあ、ハードルとしてはそこまで高くないということで、まあ、制作の様子というかね、キービジュアルで、こう、どんな、刀鍛冶の里編の、こうね、様子というかね、風景を描きたいのかということで、まあ、アニメーションというかね、まあ、一つキャラクターデザインもそうですし、制作上級が進んでるなら、やっぱそういうところも見せてほしいよね、ということでね、新たなキービジュアルっていうのを公開してほしいかなと思ってるし、まあ、公開する可能性はあるよね、と思ってますね。まあ、刀鍛冶の里編のね、キービジュアルは、まだね、時藤無一郎くんと甘露寺光さんだけの、ものしか出てないので、それはもう刀鍛冶というよりかは、どっちかっていうとキャラクターだけの、キービジュアルということで、まだね、ちゃんとしたキービジュアル出てないんですよね。だからまあ、そろそろ出てもおかしくないかなと思うしね。やっぱり一つこう、刀鍛冶の里編を楽しみにする上で、やっぱキービジュアルって結構大事なんでね。一つこう、入りとして、すごい大事なんで、僕はそろそろ見せてほしいかなとは思いますね。で、続いて皆さん気になってるかと思います。放送日ということなんですけども、まあこちらに関しては、まあ PV がもし公開された場合ですね、まあ2022年、まあ公開とか2023年公開とか、まあ大まかな、年数だったりとか、まあ放送日っていうのが、まあ公開される可能性はあるんじゃないかなと個人的には思ってますね。まあ現在そういった情報っていうのは一切ないので、2023年というね、数字ですらないんで、まあそこがちょっと確定してほしいかなってことですよね。やっぱりね、でもね、ちょっと怪しいなって思うのは、なんで2023年って言わないんだろうなってすごく思ってて、2023年ってもうはるかに遠くじゃないですか。だからまあ2023年公開するんだったらもう全然言えちゃうと思うんすよね。なのになぜ言わないのか、そこは最近疑問に思ってるんですけど、もしかすると年内放送狙ってるのかということなんだよね。まあそこが最近気になりつつあるポイントなので、まあそろそろ放送日の大まかな年数あたりはまあちょっと公開してくれるんじゃないかなと思いつつですね、まあ PV のね後あたりに、添えてくれたらなと思いますね。まあだから PV 公開するのが一番いいよね。まあそりゃそうか。一番いいに決まってんだけどさ。まあでもそろそろさ、4月から何も情報がなくて、まあ4ヶ月経ってますから、もう4ヶ月、5ヶ月経とうとしてますから、まあ新たな PV は、くれてもいいんじゃないかなとは思うんだけどね。もうね、しばらく経ってるからね。まあ、そんな感じですね。まあ、出るとしたら、ま、この辺の、情報が解禁されそうかなっていうところですね。で、まあ、最新情報ね、まあ、出る確率に関しては、正直僕も結構わかんなくて、確定とも言い難くて、まあ、最新情報出ないっていう可能性ももちろんあるんだよね。で、それはなんでかっていうと、まあ、来週も今週と同じようにですね、時藤無一郎くんが甘露寺みずりさんに、まあ、変わったバージョンの、制作進行中。これだけの可能性もあるよね。そう、すり替わっただけのね。制作進行中、先週聞いたみたいな。可能性もね、捨てきれないんだよね。だからね、まあ、来週ちょっと期待はあるんだけどもね。ちょっとあんま期待しすぎると良くないよということでね。まあ、その辺は皆さん、おのおの。50% ぐらいの確率で見ていただけたらなと思いますね。で、もしですね、来週情報が解禁されなかったとしても、まあ、9月の24日に関しては、アニプレックスのね、まあ、オンラインフェスというですね、でかいイベントがありますので、まあ、そこで情報解禁は確定であるので、はいはいはい、全然来週来なくても、まあ、9月まで待てばいいんだということでね。まあ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 、あと1ヶ月の辛抱ですから、皆さん。来週来なかったら笑顔で待ちましょうということで。まあ、刀鍛冶の里編は、ちゃんと放送してくれるかなとは思うので、まあ、その辺に関しては本当気長に待って、9月の24日を本当楽しみにしておきたいなと思いますね。まあ、その辺はまたおいおいということで、まあ、僕も動画上げると思いますしね。
うん。まあ、いろいろね、楽しみにしといてください。はい、ということでまとめですね。まあ、今回一体何が言いたかったのということなんですけども、まあ、来週8月の27日にはですね、まあ、甘露寺みつりさんの、最後のキャラクター CM が投稿される可能性が高いよーっていうこと。まあ、そしてですね、まあ、もしそうなるとすれば、最新情報の解禁なんかがありそうだよーっていうことですね。ということで、8月の27日、来週の土曜日は、一つ注目日となってるので、まあ、アニプレックス公式チャンネルなんかを、注目してほしいなと僕は思っておりますということでございます。はい、そしてまあ来週情報が解禁されれば私のチャンネルの方でも動画は上がりますので、まあその辺も楽しみにしておいてください。ということで皆さん、高評価とチャンネル登録はお済みでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。はい、ということでね、まあ9月の24日生放送できそうですね。そして来週もしかすると新たな情報解禁ということで、生放送なんかももしかするとするかもしれませんということで、はーい、おすすめ動画見といてください。はい。